東京都立大学2024年の電磁気に関する入試問題です。2番の問1ですけれども、ここに空間座標ですね、 X 軸、Y 軸、Z 軸というふうになっています。で、原点 O から 2A の距離、あるいはマイナス 2A で、ここが A ですね。 2A と A、まあ、こちらが真上から見た XY 平面図ですけれども、まあ、高校の位置ですね、まあ、こちら向きに Z 軸があるわけですね。で、ここにまあ導線があるというわけですね。で、導線が直線電流ですけれども、直線電流が Q の方では下向きに、 Z 軸の負の向きに、Z 軸の正の向きに、 P の方導線には正の向きに直線電流が流れているというわけですね。で、そこにおけるそのそれぞれの直線電流における磁場が、まあ、生じているというわけですね、両方で。こういった問題です。これは真上から見た図ですね。2番の問1の問題はこのようになっています。問1の括弧3番の選択肢の図ですけれども、コイルの向きとおよび電流の向きを表す図の選択肢の問題です。あからかまでありますが、このうちどれが正しいかという図です。問1番の括弧1の問題です。導線 Q の電流が導線 P の位置に作る磁場の向き、および導線P が受けるその時の力の向きはどれかという、こういう問題です。導線 Q の電流はこっち、Z 軸の負の向きに、まあ、これは真上から見た図ですね、こういう直線電流が流れているという、 P の方はこう上裏からこういうふうにして流れているというわけですね。こういう向きに流れていますから Q ですね。 Q はこちらこういう向きに流れていますから、ミネジの法則でこういう方向の磁場が生じるわけですね。で、まあ、こういう方向でここにまあ P があるとすると、 P という位置があるとすると、こういう、接線方向ですね、この円のこういう磁場ですが、その時の磁束密度はまあ本文に与えられています。磁束密度 B は、まあ、B は μ0H ですからだけれども、 H はまあ 2πR 分の I ですね、こういうですから、 B は 2πR のμ0H ですが、 μ0I だというですね、ですね。まあ、本文ではこの文だけが与えられていますけれども、まあ、こういうことですね、これ。ですから、まあ、こういう接線方向に、ここが P があると、ここが Q ですね。2A 離れています。ここが 2A、ここが 2A ですね。2A と 2A で 4A 離れているわけですね、これ。ですから 4A 離れていると。ですから、ここの B は、2πR の 4A の μ0I だと。これはもう大きさは考えでもなくてもいいですね。磁場の向きはこういう方向ですから、Y 軸の負の向きですね。磁場の向きはこの PQ が作る磁場の向きはこういう方向ですから、 Y 軸の負の向きだと。つまりその選択肢で言うと O ですね、 O になると。で、その時に P が作る P が受ける力はこういう方向の、まあ、斜めで見ると B という方向で、P は上にこう生じていますね、電流が流れていると。ですから I から B に、まあ、フレーミングの左手の法則でやってもいいんですけれども、 I から B にこう回すと、右ネジの方向に、こうまあ全て直角ですね、直角、ここも直角、こういう方向に力を受けるというわけですね。ですから
こちらも技術でこうなりますから、こういう方 I から B に向けて右に進む方向ではこうですね。ですから正の方向ですから、力は力の向きは X 軸の負の正の向き、こちら方向ですから X 軸の正の向き、正の向き、つまり選択肢で言うとアですね。ですから磁場の向きが O、力を受ける P が受ける力の向きがアと、こういうわけになるわけですね。次は括弧2番ですが、原点 O におけるここですね、原点 O における実測密度の大きさを求めなさいという問題です。時速、まあ、これにここは今さっきやったようにこういう向きの磁場が生じていますけれども、右ネジの法則でこちらはこういう向きの直線電流ですから、逆に、こうではなくて逆方向ですね、こういう方向に、磁場が同心円状に生じていているわけですね。ですからここではこういう向きの磁場、つまり、ここを半径とするそのここでこういう、接線方向ですね。でここはこういう向きの、ここでこういう向きにこういう向きの、ここを半径とする円の接線方向の磁場が生じているというわけですね。こういう向きですが、こうですね。ですからこういう向きの磁場と Q が作る磁場、磁束はこういう、磁束密度はこういう方、 P が作る方はこうですね。その B、 磁束密度のその、まあ、B は磁場の向きと同じですから、まあ、ベクトルですから、そのベクトル和がそのここ O におけるその求める大きさになるわけですね。ここにこれを求めなさいというわけですね。先ほども言ったようにここですね、この Q が作る直線電流が作る磁場はこういう向きの導線、同心円になりますが、ここにおける原点 O における接線方向ですね、こういう BQ という磁束密度で、Q が作るはこういう方向ですから、こういう方向の磁場が生じますから、まあここでの磁束密度は原点における磁束密度はこの接線方向ですね、半径としてその接線方向直角ですね、ここ全て直角です、こういうで、これとこれの原点における磁束密度はベクトル和ですから、ここを求めるわけですね、この大きさを求めると。この大きさはこの BQ、 これはもう対称ですから、ここが θ とすると、ここが2分の π マイナス θ、直角ですね。でここも直角ですから、2分の π マイナス θ ですから、ここも θ と、同様にしてここ同じ対称ですから θ ですね。ですからここの大きさは BQ の cosθ、 ここですね、これの2倍だというわけですね。これ、これとこれは、まあ、差が合同になりますから、そうなりますね。ですから結局、まあ、これはベクトル和だというわけですね。でこのここの大きさを求めなさいというわけですね。磁束密度の大きさは B は絶対値はこれのここれの2倍だということですね。で cosθ というのはここが 2a と a で、三角形の三平方の定理で 2a の乗プラス l 乗が 5a 乗になって、それのルート 5a ですね、斜辺は。ですからルート 5a 分の 2a ですから、ルート5分の2というわけですね。ここですからここの絶対値、まあこの B 大きさは2倍の BQ が、BQ は BQ の大きさですね、でルート5分の2だというわけですね。これを求めればいいというわけですね。ですからルート5分の4の BQ だと。ところで BQ は磁束密度は、まあ、これとこれは対称ですから大きさとしては同じですよね。でまあここのここがルート 5a になっていますから、 2πr 分の、b イコール 2πr 分の μ0i というこの分を使えると 2π のここがルート r がルート 5a ですね、ルート 5a だと 2πr 分の μ0 の i だというやつね。でこれをここに持ってくると、ですから上に b はルート5分の4かけ、それの、まあ、それの 2π ルート5、 2π ルート 5a 分の μ0i だと。ですから 2π とここで、ここがまあ2が 2になりますね。でこれが 5a になりますね。 5a π 分の 2μ0i だと。
これが答えになりますね。これが大きさになります。原点音における持続密度の大きさになります。それでは3番ですが、一辺の長さが 2A、 一辺の長さが 2A の正方形コイルを原点 O がコイルの中心になるように設定して大きさ I の電流を流したわけですね。で、その時に原点 O における持続密度が0になったという、これは真上から見たら時速、これと P と Q の直線電流が作る磁場の向きはこうですね。それが0になったというわけですね。コイルの向きはどうか、電流の向きはどうかという、その先ほど挙げたその図はどれかということですね。まあ、正方形のコイルがまあこういうふうにして、まあ、一辺が 2A ですね。 2A2A のコイルがあるとする。で、原点 O に、原点 O がコイルの中心になるように持ってきたというわけですね。それがまあどういう向きかというわけですね。まあ、これで見るとそのこういう、ここが X で、こちらが、こちらがこうですね。これが Y、 こちらが Z ですね。これが原点 O ですから、まあ、こういうふうにして、まあ、あるというわけですね。まあ、ここが原点 O で、でこちら向きに、ここの持続密度が原点 O はこういう向きに、真上から見たら負の向きに、 Y の方の向きに、こういう向きに磁場が生じているわけですね。この P と Q が作る磁場は原点 O における、ですからこれが0になるということは、こちら方向に全く同じ、向きが逆で大きさが等しい、こちら向きの磁場が生じるような Y ですから、ですからコイルはこういう向きに置けばいいわけですね。こういう向きに、ですからこのここですね、この真上に ここにこういう、こちらが Z としてすると、こちらが Z とすると、こちらが X ということですね。こちらが Z とするとこういう向きに、真上から見るとここに、こういう、ここに、ここに真上から背置きがあるというわけですね。ですからこれ、こういう向きですか、こういう向きにこのコイルがこちらこういう直線電流、磁場が生じるような、結局右ネジの法則ですから、こういう向き、こういう電流が流れる、こういう電流が流れてこういう向きの磁場が生じるような正方形のコイルの置き方がいいわけですね。で、電流はこういう向きに流れるというわけですね。ですから、これという、これの分ですね。この分はですから X と Z だけを考えればいいわけですね。ですからそこの選択肢は結局ウとカが X と Z だけに関係していますから、ウかまたはカですね。で、どちらが正しいかというと、ウの場合はその Z 軸がどうなっているかというと、原点 O における持続密度が0になるためには、こういう、こちら、あちら、Y 軸の正の向きに磁場が生じるような、つまり右ネジの法則でいうと、こういう向きの直線、正方形コイルにはこういう電流が流れるわけですね。ですから、Z 軸に対しては、こういう右向き、X 軸に対しては下向きというわけで、まず、かの方を考えてみると、これを Z がこう逆になっていますから、これをこちら向きに置き換えてみると、Z をこちら向きにやると、これは、X は上向きになっていますね、この場合は。こうなりますから、これで言うと、X は上向きになっていますから、もうかはダメだというわけですね。はい、この Z の方はこちら向きになっていいわけですけども、で、じゃあ U はどうかというと、 Z をこちら向きに持ってきて X をこう持ってくると、 X の方は下向きになっていますね。で、こちらは I は、こちらは上、こちらは右になりますね。これこっちの下の方はこの Z が上に来ると負の向きになりますから、これかはダメですね。ですから答えはうの方だというわけですね。ですが答えはうだというわけです。はい、それではカッコ4の問題です。全問カッコ3において正方形のコイル全体が PQ の直線電流ですね、電流により受ける力の合力の大きさ、まず第1番として2問題あります。力の合力の大きさを μ0i スモール i を用いて表せ。
もう一つはまたその合力の向きはどれかという問題です。正方形のコイルは一辺が 2A ですね。このコイルにこういう向きに、こっちがデッド軸、X 軸ですね。こういう向きに、まあ、電流が流れているわけですね。で、その PQ は、Q の方はこう表から裏。こちら P の方は、こう、上向きに、デッド軸の正の方向に直線電流が流れているわけですね。で、その合力の大きさを表しなさいというわけです。まずそのこの正方形のコイルですが、上と下だけを考えてみます。これはまた後でやりますが、まずこれとこれにはどういう力が働いているかというわけですね。これ真上から見たところですね。 Z 軸の上から見たところですが、この正方形のコイルです。ここです。で、この Q はこういう向きに直線電流が流れていますから、こういう向きの同心円状のこう磁場が生じているわけですね。 P の方はこういう方向ですね、こういう方向に、直線電流が回って、生じていますから、こういう向きの磁場が生じていますから、それぞれこれのまずここで見るとここでの BQ という磁場はこうですね。で、だん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 この遠くなりますから、この磁場がちょっと少し弱くなってきて、これですね。BQ に比べてこちら小さいわけですね。で、遠いですから。ですから、まあ、連続的に、まあ、こういうふうにして、こういうふうにして、こう、磁場が生じていると。一方、P にがつく磁場は、ここはこの BP。で、ここはまあ近いですから、BP。これとの方がこちらよりも大きいわけですね。ですから、まあ、対照的に、今度は、だん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 こういう方が大きくなってくるわけですね。P と Q は。いずれにしても Q と P が作る磁場はこのこういう向きになるわけですね。ですからこういう向きになって、こちらの対象ですから X 軸方向に対しては相殺するわけですね。逆方向になりますから。ですから、ここの Y 方向は Y 軸の負の向きに生じるわけですね、その磁場が。ですからここですね、ここに 2A というこういう向きに電流が流れていますが、こういう向きに結局 B が生じているというわけですね。ですから上側の方は I から B に、まあフレミングの左手の法則でもいいんですが、 I から B に回るとこういう向きに、まあ、Z 軸の負の向きですね、Z 軸の負の向きにこうですから、向こう向きに力が生じるわけですね。ですから、こういう向きに力が生じるわけですね。こういう向きに上側は、じゃあ下側は逆ですから、逆に電流が流れていますから、こちら向きに電流が流れています。で、上から見るとやはり B というこの実測ミスが生じているわけですね。で、 I から B にやると、こう上向きに力が生じるわけですね。ですから Z 軸の正の方向に力が生じるわけですから、こういう向きに力が生じるわけですね。ですからこれとこれは相殺しますから、結局はこれとこれの上側の正方形のコイルの 上と下はここは相殺されて560となるわけですね。で、一方、じゃあここですね、ここを見るわけです。次はここを見るわけですね。で、ここではその上側に生じていますね。こういうふうにして電流が生じています。ここでは下側に電流が生じているわけですね。で、ここの磁場はもうここしかないわけですね。これ磁場がここに、この直線電流に生じる磁場というのはこれしかない。ここは P の場合はこの B ですね。 BP と BQ を作る磁場ですから、まあ、こういう方向、上から見るとこういう磁場の方向だというわけですね。で、やはりこれも X 軸方向は相殺されますね。これこちら これのこちら向き、これは X 軸はこうですから相殺されると、Y 軸方向だけが、 Y の負の方向だけに磁場が生じるというわけですね。これは真上から見た、ここの正方形のコイルですね。Z 軸の上から見た図ですが、ここですね、Q の直線電流はこういう向きに電流が流れているわけですね、表から裏に。ですからこういう向きの磁場が生じていますから、Q が作る磁場は、ここでの磁場は、これに対してね、
直角ですね、直角です。でここは QP が作る磁場はこういう方向の磁場ですから、その半径に対して、接線ですね、こういう BP です。でこれとこれの磁場がこれ、その総和がベクトル和が B ですね、こういう磁場が生じているわけですね。ここでは直線電流がこういう向きに、裏から表に流れているわけですね。ですからこの磁場と直線電流がこう作る I から B に回すと、こちら向きに力が、フレーミングの左手の法則でいわですね、ですからこういう方向に力が生じるわけですね。同様にして対称ですから P がここですね、端っこの方も同じようにしてこの BP と BP と BQ が作る磁場、磁束密度がこういう方向で、これと電流はこういう向きに流れてますから I から B に右ネジを回すと進む方向はこういう向きに力が働くわけですね。ですからこれとこれでやはり X 軸方向は相殺されますね。 X 軸方向の力はこういう方向、こちらはこうですから相殺されて、結局 Y 軸だけが Y 軸方向の負の方向に力が起こるわけですね。ですから合力の向きはその Y 軸の負の向きだということが分かるわけですね、これで。で、ところでそのここの距離というものは、これが一辺が 2A ですからここが A ですね、 A です、ここが 2A ですからここが A、 ここも A ですからここはルート 2A ですから、 PQ からここにはあの距離がルート 2A という、まあ、半径になるわけですね。で一方ここは、ここの長さはどうかというと、これが A でここが 2A で 3A ですね。でここが A ですから、ここは 3A の定理からルート10A になりますね。ルート 10A だというわけですね。ルート 10A になります。でここの角度をシータとします、こうファイとします。で、あとはまあこのここがどうなるかというわけですね。この、まあ、合力の、F を求めるわけですね。でまたここは拡大図ですけれども、 Q が作る磁場ですね、磁場によってここの端っこですね、その左の方の正方形のコイルの左端の上から見たところですが、ここですが、ここはまあ電流が裏からこういう向きに電流が流れているわけですね。でここが Q から、直線電流の Q からルート 2A の距離にあるわけですね。でここをシータとします。でここは BQ はこれに対して直角方向に生じますか、こういう方向の磁場ですからこういう方向、 QP が作る方はこうですね、こういう磁場ですから接線方向ですね。でこれと BP と BQ のそのベクトル和がこういう磁束密度が生じるわけですね、この端っこには。でこれと電流がこういう向きですから、結局力はフレーミングの法則でこういう方向、これに対して直角ですね、これに対して直角ですよ、ここは直角です。でこういう方向ですね。でさっきも言ったように、ここでの合力はこれだけになるわけですね。なぜなら P が作る端っこの方はそのこういう向きですから操作されるわけですから、ですから合力はこのここの正方形のコイルのここですね、両端のここは、ここはどういう電流が流れているかというと、裏から上こう上がってきますから、上がってきますからこういう方向ですね、裏から表には電流が流れていますから、その電流とその磁場が作るそのこの力ですね、この力というものは、こういう力はどういうふうにして生じるかというと、ここではこういう電流が流れていますから I とそれから B はどうかというと、そのこれに対して直角方向ですね。ですから B はこの X 軸方向を考えればいいわけですね。この I がこうで B がこうですから、 I から B にこう右ねじ回すとこういう方向ですね、 Y 軸の負の向きになりますから、ですからこの X 軸方向だけを考えればいいわけですね、磁束密度。ですから BP と BQ の作るその磁束はこうですけれども、ここの成分ですね、この成分がどうかというわけですね、この成分がここの力を及ぼすわけですね、このこういう電流によるよって、ですからここの X 軸方向はどうなるかというわけですね。その時にここをシーターとして、ここをファイとすると、ここが直角ですから、ここが直角ですから、ここが、やはり、
ここがシータ、ここがファイとすると、ここがファイになるわけですね。ですから BQ のサインシータがこれ、BP のサインファイがこれですから、これからこれを引いた、つまりこれですね、これがここの力になるわけですね、合力、これになるわけですね。ですからここの正方形のコイルのここは 2A ですね、ここは 2A ですから、その力は左端にかかる力は F イコールは IBL より、 IBL よりここの F は、ここの F の Q としましょう。 Q は電流が I ですね、これが I で、 B がここですね、この B ですね、 BX、 これを求めればいいです。 BX のL が 2A ですね、これを求めればいいわけですね。 L が 2A だと、ここだけですね、ここの力合力を考えると。で BX はどうなるかというと、今さっき言ったようにここは BQ の、 BQ のサインシータから BP のサインファイで、 BQ は何かというと、この Q が作る、 Q が作る磁場ですから、 BQ はこれは何かというと、 B というものは一般に 2πr 分の μ0i でしたね。これより BQ は 2πr の 2π のルート 2a ですね、ルート 2a だと、 μ0 ここは P は I ですね。でサインシータは何かというと、サインシータというのはここですね、ここをシータとしますから、ルート 2A 分の A ですから、ルート 2A 分の A ですから、ルート2分の1だと。で BP は何かというと、ここですね、ルート、ここは 2π の 2π のルート 10A、2π のルート 10A 分の μ0i だと。で、サインファイは何かというと、ここルート 10A 分の A ですから、ルート10分の1だと。これを計算すればいいわけですよね。これ BX だと。で、これですね。これはルート2とルート2で2で 4πa 分の μ0i になります。これはルート10とルート10で10。で 20πa 分の μ0i になります。でこれは 20πa 分にすると5になりますから、これ 4μ0i ですね。ですから4と20で 5πa 分の μ0i だと。これがBX ですね。ですからここへ持ってくればいいと。これをここ持ってきて I2a でかければいいわけですね。ですから FQ が出るというわけですね。で BX が 5πa 分の μ0i と出ましたから、ここへ持ってくればいいわけですね。ですから FQ はここでの左端でのこのここですね、ここにかかる力は FQ は I2a の BX ですから、 I2a の BX が 5πa 分の μ0i ですから、 A と A が消えて 5πa 分の2倍の μ0ii となるわけですね。こうで、こことここは対称ですから、全く2倍同じ力の大きさですから、2倍すればいいわけですね。 ですからコイル全体に働く力は Y 軸の負の向きにこれとこれの働く力ですから、これの2倍というわけですね。ですからこれ2倍して 5π 分の4倍の μ0ii となるわけですね。で合力の向きは、Y 軸の負の向きですから、選択肢から O と出るわけですね。ですから答えは1がこれ、2がこれというわけですね。次は問2番の問題です。ここに回路があります。この正方形の極板を持つコンデンサーです。最初は空の状態ですが、ここに誘電体を挿入するわけですね。その前にそのスイッチをもう閉じておきます。空の状態でスイッチを閉じて、起電力が V ですね。ここはアースがありますけれども、この空の状態でもすでに充電されているわけですけれども、ここに誘電体を挿入するわけですね。誘電体はそのこの全く正方形の極板と同じ大きさで、ここの間隔も同じ直方体という誘電体ですね。これを挿入するわけですけれども、挿入される割合を F とします。全体を1とするわけですね。ですからここが 1-F で、ここは 1-F と、こういうふうになります。
で、この F に挿入された割合が F の時の全コンデンサーの静電容量が 3F プラス1の括弧の C という C は静の定数ですけれども、そういうふうにして、その油電体とコンデンサー その静電容量がそういうふうにして規定されるというわけですね。これに、まあ油電体を挿入した時の外力がした仕事およびその電池がした仕事はどうかと。で次は、まあ、そのこの油電体を今度は引き出すわけですね。その時に外力がした仕事はどうかというような問題があります。問題は問2番の問題は1番から4番まで4問あります。問2番の問題はこのようになっています。これは括弧2番の選択肢の問題です。あからかまであります。続けて3番と4番の問題がこのようになっています。この図は3番と4番の問題です。それでは括弧1番の問題ですが、油電体が挿入された割合が0から F まで変化した間に電池がした仕事および外力がした仕事を求めなさいという問題です。2つありますけれども、まず最初に1番ですね、電池がした仕事を求めなさいという問題ですが、最初は空の状態で、この油電体がここにあるわけですね。で挿入された割合が F の時はまあここの状態ですね。その時の静電容量は 3A プラス1の C です。ですから最初はまあここが F が0ですから C という C から結局その1番ですけれども、ですから C から 3F プラスの 1C に静電容量が変わったわけですね。ですからまず最初に電池がした仕事というのはどれだけの電荷をここに V という電圧でもってここに送り出したかというわけですね。電池がした仕事をダブルとすると、これはまあデルタ Q のその電荷、最初はまあ電荷が溜まっていますけれども、ここで油電体を F まで挿入した時はやはりその電荷が増えるわけですね。デルタ Q だけ増えたとする、その時の V ですね。でデルタ Q というのは Q というのは CV ですから、 V は一定ですからデルタ C だと。これでコンデンサーの静電容量が変わるわけですね。ですからデルタ C は何かというと、これは 3A プラス1C からこうなったわけですから、 3F プラス1の C 引くのここが0の時は C ですから C ですね。ですからこれが消えて 3FC だというわけですね。ですから W はデルタ Q がデルタ CV ですから、デルタ CV 乗、デルタ CV 乗ですから、これがデルタ C が 3FC ですから 3FC の V 乗だというわけですね。ですからこれがこう電池がした仕事はこうなるというわけですね。まあ、ここがここがなぜこういうふうになるかという、まあ、はっきりしない人がいると思いますが、これをもう少し別の解釈でするとどういうことかというと、最初はこの空の状態の時の電荷が Q1 とすると CV ですね。最初は C ですから、その時に V だと。次に急に、F に挿入された時はこれが 3F プラス1の C の V だというわけですね。ですからどれだけ増えたかというと、急にマイナスの Q1 ですから、これからこれ引いたら 3FCV になりますね。これだけの電荷量を送り出したわけですから、 W は QV よりこれだけの電荷をやる送り出したわけですから、これが Q ですね。ですから
で、それの V ですが磁場になるというわけですね。まあ、全くこのことが、まあ、ここで言うとるわけですね。まあ、3FCV 磁場だというわけですね。電池会社の仕事はこうなります。次は外力がした仕事を求めなさいというわけですが、結局その最初はその静電エネルギーは何かというと、最初は空の状態ですから、最初の静電エネルギーは U1 は2分の 1CV 乗から C ですね。で V 乗だったと。次はここ F まで挿入された、 F に挿入された時にはこれは2分の1の C が 3L プラス1の C ですね。その時の V 乗だと。ですから静電エネルギーはどれだけ増えたかというと U2-U1 ですね。この静電エネルギーが増えた分だけその電池がした仕事および外力がした仕事のワードがその静電エネルギーの増加になるわけですね。この増加というものは電池がした仕事と外力がした仕事によるわけですね。ですがこれからこれ引きますから、これで2分の 1CV 乗が消えますから、結局2分の1の 3F の CV 乗だとなるわけですね。2分の 1,3F の CV 乗と2分の 1CV 乗でこれ消えますから、こうなるわけですね。ですからこれが2分の 3F の CV 乗ですね。これは何かというと、今さっき言ったこの電池がした仕事が 3FCV 乗だと。で外力がした仕事がこれですね。まあ、外力がした仕事は、まあ、力とそのこの、まあ、距離を FX すると、まあこういう形になりますね。 FX という外力がした仕事を FX とかを考えてやると、外力がした仕事はこれはこれからこれを引いたものですね。ですから2分の3引くの FCV 乗でくくると、 FCV 乗でくくると2分の3引くのマイナス3ですから、マイナス6でマイナス2分の3になりますね。FCV 乗だというわけですね。これマイナス2分の3になりますから、こうなるとマイナスというわけですね。ですから、まあこういうふうになるんですね。外力がした仕事はこうなるというわけです。まあ、もう少し詳しく言うと、なぜマイナスになるかというと、これはまあ誘電分極によって、まあここらがこちらがコンデンサーか、こちらがプラスですね、こちらマイナスになりますから、誘電分極を起こしますから、こちらがマイナスになりますよね、なりますね、こちらがプラスになる。ですから、この引かれるわけですね。ですから自然に引かれますから、逆にこういう外側の力でもってこうゆっくりと構造にしていくわけですね。 ですからこちらへ行く方向と距離が行く力はこちら向きですよね。引かれますから、自然に空論力によって。ですからマイナスになるわけですね。次は括弧2番ですが、1番の問題を受けての2番ですね。外力の大きさと F の関係を表したグラフはどれかという、今さっき挙げたその選択肢がありますが、A から K までありますが、どれかということですね。またその外力の向きはどちらか、気か空かどっちかという問題ですね。挿入する向きか、あるいは誘電体を引き抜く向きかということです。もうこれは今さっき説明したように、こちらマイナスになりますから、どちらも、まあ、まず1番として、その、ま、前の問題ですね、ここですね。ですから外力が、まあ、FX とすると外力がした仕事ですね、それはマイナス2分の3FCV 乗で表されました。ここで F はそのこちらに、ここにコンデンサーがあると、ここですね、コンデンサーがあると、まあこういうふうにしてあると、ここです、ここがまあ F ですけれども、この距離ですね、ですからこの力はまあこちら向きになるわけですが、距離がこちら向きになってマイナスになるわけですね。でこれは、結局その距離に相当するわけですね、外力がした仕事で。ですからまあこれをまあ、ダブル、さっきダブル電池がした仕事をダブルとしましたが、まあ、ダブルダッシュとすると、そのダブルダッシュというのはこの F、 つまり F に比例しますしますね。で CV 乗では2分の3というのはこれはまあマイナスですけれども、まあ、絶対値で考えると比例するという、まあ、これはつまりその
距離で言うと、まあ、距離に相当するわけですね。これ距離に相当するわけです。ですから、例えば W イコール FX という場合、これはですから、ここの場合はこの CV 乗や2分の3が一定ですから、例えばこのここに力があってここに距離ですね、ですから FX というのは F が一定で、これが X で、この面積が W に相当するわけですね。ですからこの場合はこの距離に比例しますから、 F というのは距離に相当しますから、比例しますから、あとはこれ一定ですから、 F はつまりこの力というものは一定なんだというわけですね。外力は、ですから外力は、外力が縦軸で、こちらが横軸が、このグラフでいうと何に相当するかというと F に相当するわけですね。ですから F に比例しますから、こういうふうにして一定だというわけですね、この外力は。ですからこの引き、このクルーン力によって引っ張られるわけですが、この一定の力でもってこう、徐々にゆっくりとこう挿入していくわけですね。こういう向きに行く方向と外力の向きが違いますから、マイナスになるというわけですね。であとはもうその FX と F が一定だというわけで、一定ですから、 C や V は一定ですから、こういうふうになるわけですね。ですから答えとしては、うが正解になるわけですね。これうのグラフが正解になるわけですね。つまりこういう形になるわけですね。でこの2番というものは、今さっきも言ったように、その、このマイナス2分の3 FCV 乗ですから、マイナスになるということは、このコンデンサーがあって、ここですね、こういう油田体を、これクルーン力に油田分極が起きて、結局引っ張られますから、逆に力はこちら向きにゆっくりと、まあ、一定の力でもってこう挿入していくわけですね。ですから引き抜く向きですから、答えは苦になるわけですね。次は3番の問題ですが、この油田体を F が1まで完全に、まあ、割合ですね、完全にここに挿入したわけですね。完全に挿入した状態でスイッチを今度開いたわけです。でその後外力を、まあ、スイッチを開いたまま外力を加えながら完全に引き抜いたというわけですね。この引き抜いたわけです。で3番の問題ですが、油田体を全部引き抜いた時に外力がした仕事を求めなさいという問題です。この時でもこの静電エネルギーの変化を考えればいいわけですね。その時はもう電池がした仕事はありません。スイッチを開いた状態ですから、ですからスイッチを完全に開いた時はどういう、そのここに溜まった電気は、溜まった電荷はどうなるかというと、F が1ですから、静電容量は何かというと 3F プラス1の C ですから、これが1ですから1になって 4C になるわけですね。静電容量が 4C という状況で、ですから Q は 4C の V だというわけですね。ここは Q はその電荷はもう溜まったまま、電荷保存速で溜まったままで今度は引き抜くわけですね。これですから最初の状態は、静電エネルギーは何かというと2分の1の、まあ、Q が 4C、まあ、その時は、まあ、その V4C ですから、2×4C の、一般に U イコール2分の1の QV ですね。で、まあ、Q が C ですから2分の 1CV 乗になったりしますが、あるいは V は C 分の9ですから、 C 分の9ですから 2C 分の9乗だと、こういうふうにして表す。ですからこの時の、ここでの完全に挿入された時は 4C という静電容量ですから、 4C 分のこの9の2乗が 4C の V だというわけですね。この2乗だというわけですね。ですから最初全部完全にこの油田体が入った時はこうで、引き抜いた時はどうかというと、引き抜いた時は今度はここは全部 F が0ですから C になるわけですね。2倍の 2C だと。しかし、この電荷保存速でここの電荷は溜まったままですから 4CV の2乗だというわけですね。ですから、まあ、これは U1 は
8C 分の 16CV10 ですから2倍の CV10 ですね。でこれは 2C 分の 16CV10 ですから8の 8CV10 になりますね。ですからこれからこれになったというわけですね。ですからこの静電エネルギーの変化は何かというとこの 8CV10 になったわけですね。 2CV10 から、ですから 8U2 から U 比を引いたもので結局 6CV10 というのが静電エネルギーの変化、これはどこから及ぼされたかというと外力化した仕事によって静電エネルギーが変化したというわけですね。静電エネルギーの変化分が外力化した仕事に相当するわけです。次は括弧4番ですが、誘電体を引き抜いた後の点 G に対する点 A の電位を求めなさいという問題です。これ完全に引き抜いた後ですから、完全に引き抜いた後はどうなっているかというと、ここはやはり電荷の保存速で Q、 ここはプラスですね。Q は結局 4CV という電荷が溜まっているわけですね。これは最初にここですね、ここで、溜まった電荷がさ保存されますから、その時に、電圧が変わってくるわけですね。 Q イコール CV よりこれから 4CV ですね。 4CV Q は 4CV だと、 4C という静電容量で V という電圧ですから、それで、スイッチを開いたわけですが、まあこんだけの電荷が溜まっているわけですね。 4CV だと。で、ここでの F が0ですから静電容量は C ですね。 C のその時何が変わっているかというと電圧が変わってくるわけですね。 V' だと。この V' は何かというと C が消えて 4V だと。 4V という電圧がここに生じているわけですね。で、ですからまあ例えばここが V ですからここが0ですね。これはアースですから0ですからここは0だと。0でここで0でここも0ですが、ここで V、 起電力が V ですから V 上がってここ V が来るわけですね。ですからここ V という電圧が、電位が生じているわけですね。で、ここが分からない、ここが分からないから、ここを、まあ、例えば V1 としましょうか。で、ここがですね、ここが A がこうなりますね。ここはまあスイッチ開いていますからこうなるというわけですね。まあ、まあ、ここ、こう、こう来て、こう、こう来てるわけですけれども、ここはまあ0ですね。ここは0ですから、ここ0、V、ここ V ですね。で、ここが0で、ここが分からないというわけで、ですから V1 ですね。これ V1 だと。ですから V-V1 が、こちら電位が高いですから、V-V1 が電位差、4V になるわけですね。4V だと。で、求めたいのは V1 ですから、これから V1 は、V1 はこちら来て、これをこちら来ますから、4V でマイナス 3V だと。ですね。ですからここの電位はマイナス3V だというわけですね。ここが V としてマイナス 3V ですから、まあ、4V という電位差になってますが、ここがマイナス 3V というわけですね。で、ここはまあないですから、まあ、0だというわけですね。ですから答えは、A の電位はマイナス、ここが0になりますから、ここが V になって結局マイナス 3V だというわけですね。